はい、今回は70キロなんで、はい、誰も言い訳できないはずですよね。はい、俺にとっては遅すぎるです。あ、そうですよね。70キロっつったら、ミツさん、70キロっつったら小学生ですか？小学生ですね。はい、小学4年生ぐらいですか？小学4年生。小学4年生だったら行きますよね。いや、行けると思いますよ。1番バッター佐々木、膝水たまり。遅すぎるわ、逆に。逆に遅すぎる。逆に遅すぎない。あ、逆にタイミングがちょっとさっきと悪かった。佐々木さん、パトカーを殴るつもりで行ってください。パトカーを殴るつもりで。おお、やっぱり。やっぱり行くんですね。じゃあ白バイを殴るつもりで行きましょう。おーい。おーい。おいさ、今日ホームランはやったんですけどね。おいさ、佐々木さん、あと3球なんで、はい、チャリマツを殴るつもりで行きましょう。チャリマツ、おいじゃあ、おい、じゃあ次、巡査部長です。おい、次は火災所長です。おいな。火災所長、どうでした今。いや、最高ですね。やられちゃいます。まあ、昔の火災所長ですね。今じゃないです。今たたいてやられちゃいますから。はい、やられちゃいます。はい、おー、ミツさんが大取りでいいはずなんですけどね。もう挟みます。はい、これホームラン5分くらいでなきゃダメでしょ。そうですね。ここ関東大事ですもんね。そうです。2番バッターおみつ、痛風肘痛め。おお、ミツさん、慣れるまでね。ミツさん、それ関東第一ふかしって言われちゃいますよ。ふかしやろう、ふかしやろうって言われちゃいますよ。おいさあ、来た来た。半分。
ミツさん相手は小4ですよ。小4ですよ。ダメです。いや、何本ですか？3本3本3本いったかな。3本いってたな。いってないですか？なんすかそれ。あれ、さっき簡単だった言い訳で先に来ちゃったんすか？いや、ね、大丈夫ですか？これベースボールシャツ着てるんですか？あー、そうですね、ベースボール。いや、手袋の逆だって。あいや、それは気づいたら直せばいいんじゃないか。あ、そうか。逆に持ってきちゃった。あ、逆、すでにダメなのか。取りに行くのめ。あ、そうですね。これならあかんじゃね。3番バッターよし君、伝説のアッパースイング。多分リーチが短いです。もっと前に出ればいいんだよ。おじさん、ホームラン行くんじゃない？そう、ホームランだけ狙っていきましょうよ。ホームラン出るべ、アッパーすんねん。これおじさん、得意の低めじゃないか、残念。地面に入れば、はまれば。おお、いいね。ちょっと魂を込めすぎるな。腰の方が危ないですね。腰が悲鳴上げてますよ。自分のこの威力で。じゃあヒットは何本ですか？いや、数えません。自己申告で13ぐらいで。 13？ はい、謙虚じゃないですね。13いったかな。4番バッター秀幸、元卓球インターハイアスリート、真面目。インターハイ。ちなみに卓球のスピードは何キロぐらいですか？
200キロ、はい、おじゃあもう3分の1の3分の1のスピード当てれない方がおかしいよ。おい、これはちゃんと引っ20ですよ。はい、おい、口荒いな。はあ、惜しかった。惜しかった。ちなみに自己申告何本ですか？5本。第2回、バッティング対決なんですけど、はい、70キロ勝負で、はい、何本でしたっけ？13ですか。13本。5本。5本。14本です。14本。さっきとなんか数値がだいぶ違うし。自己採点がどんどん上がってますね。そう、自己採点がどんどん謙虚さがなくなってるんですけど、佐々木さんは何本ですか。パーフェクトです。パーフェクトです。めちゃくちゃですね。ラスト3本はちゃんと飛びました。ああ、そうですね。所長やっつけましたからね。はい、あれが、あれが見、あれが見、そうですね。あれが見せ場でした。で、ということで、今回は終わります。はい。おっす。すごいことが判明しました。何ですか？ディンゴ、これ読んでもらうといいですけど。はい。パーフェクトを取ると、はい、4回転なんで、はい、4人で全員もう1回遊べる。視聴者プレゼントすればいいじゃないですか。ああ、そういうことですね。視聴者プレゼント、じゃあ皆さんで視聴者プレゼントを作ってくださいっていう、ね、頑張りますよ、お願いします。頑張らせてパーフェクトでしょ。はい、パーフェクト、パーフェクトでしょ。ぴったりじゃないと経験者はやっぱパーフェクト取らなきゃもう負けですな。そうですね、はい、経験者はパーフェクト取らなきゃ負けっていうところ。じゃあ佐々木さん以外みんな経験者でいいですか。それみんなボール遊びしてるでしょ。だって大枠でボール遊びなんで、じゃあ全員経験者っていうところ。いや、あれもうダメこれ。わかんないです。もう一回やってみましょうか。いや、もうダメ。あれ入ったな。あれすげえな。あれって言った。あっちだ。おー、あれ、
と6球です。あと6球まだチャンスあるんですけど、はい、あと1個でビンゴです。よし、おいさ、いけ、おい、一と九、あと2球、いや、あと2球あるよ。1対1、肩が痛いです。まあでも1球ビンゴ取れたから良かったです。ミスさんはピッチャー経験はどうですか？ないです。ピッチャー経験ない、ないです。いやー、どっかな。おい、一から順番に。おお、一から順番に。次はじゃあ3番。あー、惜しい。いやいや、これはもう狙った方がいいでしょ。どうだ。狙いすぎて崩れていった。さすがですね。ああ、ほら、でも2枚はじゃあ真ん中だな。ああ、1ビンゴダメです。途中まだいい感じですかね。そうですね。3番狙いすぎました。そうです。はい。相手。よし。ありがとうございました。いや難しい。少年野球ぐらいはあるんですか。はい。あ、やっぱ少年野球ですか。やってました。ちなみに少年野球はどこやってたんですか。セカンドです。セカンド。はい。さすがに全然違う。ファーストと思って投げてください。ファーストと思って。おい。
行きました。それで最後ど真ん中行きますか。はい、最後ど真ん中を。余計なこと言うから余計って握んじゃって。全然。言い訳はどうですか、少年役。全然ダメですね。ラケットがあれば。よっしゃ。任せろ。代打の切りですか。これで終わりの。あ、結構思ってる距離長い。長い。距離遠いよ。行かないよ、チャレンジするところが大事なんで。遠いよ。これはもう勝負以前の問題ですな。届かない、ほんと届かない、なんで遠いんだよ、届かない。あ、見た、当たった、当たった、なあ、映していなかった。今のは当たったんじゃなくて、下に落ちたボールが跳ねて、あ、ワンバンで、ね、あ、でも届いた、ようやく届くようになった。肩が入ったの、そんなもんなんだ。届かないね、あ、届こう、なんかこう言っちゃあれですけど、なんか砲丸投げを見てた。砲丸ちょっと上見て届かないよ。あと3球まだビンゴは狙えます。いや届かない、届かない、おかしいな。最後1個予告してください。何番抜くか予告してください。8番です。ライパチの8番で。どういう言い訳するんですか。いや、やっぱりちょっと チャレンジの心はあれですけど、ダメでした。やっぱり別でしたね。ちょっと運動不足ですね。そうですね、自分がやると、はい、次回砲丸投げみたいになっちゃう。どうですか、ストラックアウト。見てるほど簡単ではないです。ああ、そうですね、はい、ワンビンゴ、はい、ワンビンゴ、ビンゴです。ゼロゼロと。まあちょっと、じゃあ初期のあれで言うと、はい、球遊び経験者はパーフェクトでやらなきゃダメだっていうことで、はい、失礼します。失礼します、はい。なんかね、なんかでも一個一気されるとなんかもったいないような気もするな。それでも水にしとこうか。あ、やべ、取ってる。じゃあこれはもうしょうがない。本物だぞ。危なかったっすよ。もうその正当版が早くやらせをやるとこだった。やらせチャンネル。普段からやらせやしてるように思われるとこだったっすね。危なかったね。危なかったっすよ。一切そういうことやらないですけどね。三つさん、感慨深いですか、丸さん。ずっと見てるんで、ね、そうですか。いつもここ見てるんで、椅子の下に置いてる、不思議な感じがします。え、それ氷入れてあげる。やっぱ、いや、マスター優しいな。氷入れてあげるんだからね。焼酎が持ってる。あ、そうか。でも、イチコは比較的飲みやすいですよ。いや、あの自分も先に2年ぐらいやめちゃってるんですよ。あ、本当に、はい、大丈夫？暴れちゃうの？いや絶対ないですね。佐々木さんの前にそれはない。今日は一杯だけね。はい、
まあだって、まあ総括ですもんね。はい、ということで、なんだかんだ言って、はい、4人で勝負して、はい、まあパンチングでは負けたけど、はい、2-0 で俺が勝っていっても過言ではないですよね。はい、そうですね。ボールはみんな最後に自己評価はみんなすごく多かったということでね、勝負負けた人間みんな一気することでなったんでね、今日一時ありがとうございました。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。言い訳ができないように一気は一人ずつ見させてもらいますよ。あいいですか、ごまかせないように、ごまかせない、自分から。じゃあミスさん、自分から行かします。すいません、いただきます。おっす、おっOK です。あーうまい。ちょっと待ってください、これ今ミツさんの飲みっぷり見て思ったんですけど、これ罰ゲームですか？喜んでますね。喜んでますね。これまあただ吉さんちょっと最初にね、はい、実は酒を2年ぐらいもう飲んでないんですよ。もう2年だもんね。なぜ2年あった。いやだから今日はね、俺言ったんだよね。そういえばカトニー、そういえばこの間お酒飲んでなかったけどあれ飲まないのかなって言ったら、いやそんなことないです、飲んでましたって言うからさ、ほら俺のあれ間違いないでしょ。そうですね。うん、まあ酒に飲んでも飲まれるなと、ほんで他の人にも、うん、飲まない方がいいんじゃないかってつい最近も言ってたにもかかわらず、ゲームの罰ゲームでは、2年も談笑してる人間に飲ませる。これはもうゲームだからしょうがない。そういうことでしょうがないです。よっしゃ、出す。出す。おっす。よっしゃ。おいいね。おいいね。おお、聞く。聞くなぁ。ヒデさんは、はい、実はこれご褒美でしょ。ご褒美でしょ。そうですね。そうですね。はい、まあでも一気にお願いします。はい。です。よし。よし。よし。ごちそうさまでした。ああいいですね。まあこの一気がね。大好きですからね。はい。僕はゆっくり飲むってこと。はい。はい。なので、そうですね。じゃあまあ今後のもう江戸川区原理主義がまあいつになる。あそうだ、これを言っとかなきゃいけないや。佐々木さんの江戸川区観光大使プロジェクトは、ジョークじゃなくて一応本気で狙っていくんですけど、はい、実はヒデさんがちょっとルートでちょっと話してみようって言ってた件はどうなりましたか？全然進んでないです。なるほど。けどはなかなか合わないんですよ。あなるほどですね。で今なんかなんか乃木坂じゃなくて観光大使なんですか？あ、そうなんだ。江戸川区。ああ、じゃあ勝てんでしょ、あんな可愛い子に。乃木坂軍団がなってんですか？いやいや、まあそれは観光大使は何人いたっていいわけですからね。そうですね。ということで、はい、ということで今後も真剣に狙っていきます。はい、頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。